構図家の皆さんごきげんよう、ジュネです。このチャンネルは様々なカルチャーの縦糸を構図の横糸で繋いでいく永遠の構図家の皆さんのためのチャンネルです。突然ですが、皆さんには理想の肖像終わりでしょうか？果たしてそれは一体誰でしょうか？ここフロリータのニンフェットことドローレス。ルース・キャロル不思議のアリスのモデルになったアリス・リデル。デュラス・ラマンのフランス少女。などなどいろんな作品でいろんな少女像っていうのが描かれてきたわけですが、本日は時に脆さや純朴の象徴として、時に人を惑わせる魔性の女、この世ならざる者として描かれる不思議な少女という存在を一考してみたいということで、個人的におすすめな少女文学は5つ選んでみました。どれもたんびで生めかしく、時に切なく儚い、そんな物語になっておりますので、ぜひその世界観に酔いしれていただけたらなと思います。それではレッツゴー。一作目、モリマリ、甘い蜜の部屋。主人公のモイラという少女は、天使の美貌、無意識の美体、皮膚から好奇を放つ、というまさに美しい悪魔と言うべき少女でした。彼女はその魅力で数々の男を虜にしていくんですが、彼女が本当に心を通わせているのは父の輪作でした。果たしてこの奔放で無邪気なモイラという可憐な肉食獣はどういった女性に成長していくのか、大正時代を背景にそれを三部作で描いた物語になっています。もうね、文章の美しさが凄まじい。まあね、これは作者のモリマリの得意分野なんですけど、彼女はこう美しく幻想的な世界をもうこれでもかと装飾したすごく耽美的な文章で書くのが得意な作家なんですね。かの渋沢達彦は、彼女はコーヒーを漢字で書いてそこにわざわざキャフェとルビーを振る生粋のフランコフィルだと形容し、まあフランコフィルってまあフランス文学とかフランスの芸術をすごい愛する、まあいわゆるまあフランス大好きオタクみたいな意味なんですけど、そしてかの三島由紀夫は、森さん、あなたは文学の楽園に住んでおられると称賛する、そうしたかなりこうこじゃれた文章を書く作家なんですね。でまあこのモリマリという作家ですね、かの舞姫、ウィタセクスアリスなどを書いた文豪、森鴎外の娘なんですね。でね、もう鴎外にめちゃくちゃここ溺愛されていて、マリ自身もかなりのファザコンだったようで、こうおとぎ話を読んだ幼い頃のマリがですね、王子様と王女様が結婚してめでたしめでたしと言うけれど、大好きなパパと別れてめでたしなんて変ねえと発言したり、16歳まで父の膝に乗っていたというエピソードが伝わったりしています。まあ、本作甘い蜜の部屋はですね、そうしたマリのこう自伝的要素っていうのも強い作品だと言われています。ではそんなモリマリ、どういった耽美的な文章を書くのかというその一部をですね、ちょっとご紹介したいと思います。これはですね、主人公のモイラが空想している世界を形容する一文なんですが、その世界は現実にあるような曇ったガラスではない、完全に透明な極度に薄い透明の向こうにあって、赤色でも緑の色でも皆上に綺麗な透明をかぶっている。ちょうど自動車や自転車についているバックミラーに映る草原や赤いレンガの街のように、世にも綺麗で夢かと思うようにうっとりとするものなのだ。またこれはですね、父輪作がモイラをこうどう入浴させるようこう使用人に命じているかという一文なんですけど、入浴をする時の石鹸はオリーブ入りの外国製のものに限られ、その石鹸を切らさぬようにしなくてはならず、その石鹸とオリーブ油にエリザベス・アーデンの匂いのないクリーム、オール・コローニュ、それ以外の化粧品の類は一切使わせない。すさまじいルビと旧時代の嵐ということがお分かりいただけましたでしょうか。あとね、モイラがこう父を呼ぶ時のこう名前がですね、こうお父様とかパパとかじゃないですよ、パーパなんですよ。もうね、予想の遥か斜め上を行くですね、こう父と娘のこう甘美なこう禁断の世界が広がっております。まあ、例のナボコフはですね、著書ロリータの中でこう男性を誘惑する少女をニンフェットというふうに呼称していますが、その和製ニンフェットというべき少女が描かれているのがこの甘い蜜の部屋です。私が持ってるこれはですね、1975年に出た初版版なんですけど、こんな重い単語本買わなくても今は文庫版も出ておりますので手軽に読めるようになっております。2作目、倉橋由美子、青少女。すいません、これもね、父と娘の話ではあるんですけど、先ほどの甘い蜜の部屋が父の所有物、創作物としての少女っていうのを描いているのに対して、こちらの青少女は、こう、父を愛してしまった一人の少女の、こう、一方的な独白という形になっています。まあ、主人公は男性の青年なんですけど、ある日、交通事故で記憶を失ってしまったミキーという少女からですね、分厚い日記が書かれたノートを受け取るんですね。で、その日記の冒頭がですね、今、血を流しているところなのよ、パパ。という一文から始まって、なぜ、誰のために、パパのために、そしてパパを愛したためにです。
と続いていくんですね。そのライオンの真偽を確かめようとする青年は、やがてこう闇の深いですね、こう愛と血の関係性にちょっとこう飲み込まれていくことになっていくという物語になっています。まあ、倉橋由美子も、こう、森茉莉と同様、こう、なかなか装飾的な文章を書く人ではあるんですけど、例えるなら、こう、森茉莉の文章がですね、こう、むせ返るような、こう、シンクの、こう、湿ったバラだとすると、倉橋由美子はもう少しこう、枯れというより美麗っていうんですか、こう、かぐわしい黄色い百合みたいな、なんかそういう感じなんですよね。この倉橋由美子という作家ですね、明治大学在学中にパルタイという小説を発表してこう脚光を浴びて、カフカやカミューの影響を受けたこうちょっと抽象的だったりちょっと偶話的だったりする作風で注目を浴びた作家です。サンテグジュペリの星の王子様の翻訳などもしています。あのね、これ倉橋由美子の全作品かそうかちょっと確認できてないんですけど、あの個人的に面白いのがこう文章にねめちゃくちゃ棒線引くんですよ。見てください、これ文章の強調として線を引いてんだと思うんですけど、伝えたい感がすごいですよね。あとこの青少女という作品ですね、あのゴシックとか、あの砂糖菓子の弾丸を打ち抜けないっていう作品などで有名な桜庭和樹さんがすごく好きな作品として公言されているそうです。3作目、夢の旧作少女地獄、これはですね、あの短編集でして、何でもない殺人リレー火星の女の3編から構成されています。一言で言えば、こう地獄へひた走り身を滅ぼしていくこう少女たちの破滅の物語なんですけど、まあ簡単にそれぞれあらすじを説明しておくと、まず一つ目、何でもないですね。新人看護師の姫草ゆり子は、接触したあらゆる人間に恋を抱かせるというすごく可憐な少女だったんですね。しかしその悪魔的な魅力の裏には、もう病的なまでの虚言癖がありました。一つ嘘をつき、それがバレないためにまた嘘をつき、またそれがバレないために嘘をつき、もう嘘がつききれないってなった瞬間にですね、彼女はその嘘で作り上げた虚構の世界というのを壊される前に自殺してしまうんですね。で、物語は彼女の自殺したところから始まるんですけど、まあその遺言書が残されていてですね、しかしこの遺言書もまたっていう話です。二つ目の殺人リレーは、田舎から上京してバスガイドになった少女トミコはですね、小学校の同級生からとある手紙を受け取ります。その手紙の内容がですね、とあるバスの運転士が詐欺師で殺人鬼であると、だから気をつけてっていう内容だったんですけど、なんとその一週間後に同級生は不審な事故死を受けてしまうんですね。そんな俺に例の詐欺師かつ殺人鬼と言われた運転手が配属されてきて、トミコは同級生の仇討ちをしようとするのだが、という話になっています。三つ目の火星の女はですね、ある女学生が焼身自殺をするんですけど、その後立て続けにですね、校長が発狂したり、まあ助教師が自殺したり、初期がこう大金をパクったりとかですね、学校でいろんな事件がこう相次ぐんですね。でそんな時に自殺した女学生の手記が発見されるんですが、ここで暴かれる凄まじい内容とは、という話になっています。作者の夢の旧作はですね、すごいこう怪奇的だったりホラー的なこう作風で有名な作家ですね。まあ、あの代表作は読むと精神に異常をきたすと言われてるあのログラマグラとかなんですけど、ちなみにですね、この夢の旧作というちょっとこじゃれたペンネーム、彼ら作品を読んだ父親が、夢の旧作の書いたごだる小説じゃねえと言ったらしく、夢の旧作っていうのはですね、昔の福岡地方の方言で夢ばかり見る変人っていう意味があるらしくって、それをそのまま筆名にしたそうです。まあ、双葉亭しめがあの父親に、くたばってしめって言われて、まあ、そのくたばってしまえっていうのを双葉亭しめっていうペンネームにしたのとちょっと似ていますよね。あ、でもね、なんかね、最近知ったんですけど、どうもこのくたばってしめってこう父親に言われたっていうのは俗説らしくって、本当はあの少女作浮雲を坪内逍遥のこう名前で出したことへのちょっと後悔というかですね、自分への嫌味としてつけたペンネームらしいですね。で、まあ話は戻しまして、この少女時刻はですね、先ほど紹介した甘い蜜の部屋、青少女のように、少女の美しさ、怪しさみたいなのをこう前面に手落ち出して、こうテーマとした作品ではないんですけど、それでも私がどうしてこれをこう少女文学と認識していて、まあ今回ちょっと選ばせていただいたかっていう話がですね、ここに書かれてる少女たちですね、みんな、こう、まあ、情熱的というよりは、こうもうなんか自分とこう自分の興味関心のあるものしか見えていないみたいな、こうすごく盲目的で、そこに向かってすごくちょどつ盲信であり、かつ自分の思い願いがついえてしまった時にですね、あっけなく死んでしまうっていう、まあその非常に切な的なんですね。まあそうした姿にですね、すごくこう少女性ならではのなんか儚さ、危うさみたいなものを感じて、まあ私はその少女地獄は、まあ少女文学とも読むことができるというふうに思っています。まあその
な少女とか気にせずにですね、単純に物語も楽しめる、普通のホラー性の強い話にはなっているんですけど、そこからにじみ出るですね、少女ならではのこう悲劇性みたいな、そういったところにもぜひ注目していただきたいと思います。4作目、吉屋信子黒装備。22歳の春、主人公の滝川翔子はですね、高等女学校へ教師として赴任するんですが、この学校の授業で出会った樋口和子という美しい生徒にですね、心惹かれてしまうんですね。同棲を慕ってしまう。で、しかもそれが生徒であることに苦悶する翔子。二人の禁断の恋は果たしてどこへ向かうのかという内容になっています。雑に形容すれば、まあ、ユリなんですけど、ただ、この作品をより理解するためには、S という少女文化を知っておく必要があるかなと思います。S というのはシスターの頭文字でして、主に戦前の女学生の間で、こう、秘密に交わされた、特別な関係性みたいなのを指す言葉です。明治期に、まあ、女性にも教育を受けさせようということで、初めて女学校というのが生まれるんですが、異性との触れ合いがほぼない、その女だけの空間で生まれた、まあ、特別な概念で、主に上級生と下級生が、まあ、たまに教師と生徒が、疑似姉妹のような関係性を結んでですね、愛するお姉様へ、可愛い妹へ、みたいな手紙を交換したり、まあ、一緒に登下校したり、買い物したり、まあ、勉強したり、プレゼントを送り合ったり、などですね、憧れとプラトニックな関係で貫かれた、こう、友達以上恋人未満みたいな、なんかそういった関係性というのがすっごい流行ったんですね。今だとマリア様が見てるみたいな想像してもらったらいいと思います。で、まあ、やっぱりその男性が存在しない空間での恋愛ごっこみたいな一面もあったようで、まあ、戦後ですね、男女交際とか、こう、自由恋愛みたいなものが当たり前になっていくと、こう、S っていう文化は衰退していくんですけど、まあ、そうしたら、こう、1910年から30年ぐらいの間に流行った、こう、S ブームをですね、牽引した作家、それが吉屋信子なんですね。彼女は当時の少女画報とか、まあ、少女の友といった雑誌にですね、この S をテーマにした小説を多数発表して、当時の女学生のカリスマ的存在でした。まあ、当時の少女雑誌、この S をテーマにした作品だらけだったようで、かの川端康成もですね、この乙女の港という女学生同士のこう同性愛みたいなものをテーマにした作品を、少女の友に連載しています。ちなみにこの時の挿絵はかの中原淳一ですね。で、この黒装備もそうした S 文化の中で生まれた作品です。当時の女学生というのはですね、まあその女学生の間、あるいはまあ学校を卒業したらもうすぐもう結婚させられてしまうので、S の関係性もやっぱりその結婚したりとか、その学校を卒業した瞬間にやっぱり解消されてしまうものではあったんですね。でもそうした女学生の期間だけの乙女たちのこう刹那の恋の物語、そのまあ可憐で切ない世界観をですね、ぜひ堪能していただければと思います。5作目、竹本野薔薇、ミシン。主人公の私はですね、すごくセンチメンタルな乙女で、流行り物に全然ついていけなくって、それこそさっきの吉屋信子や中原淳一、音楽はバッハやシューベルト、そういったこう古いものにしか興味が持てない少女だったんです。で、それこそ S みたいな関係性にすっごく憧れがあったんですけど、自分自身がチビでデブでブスだから、そうしたものと一生巡り合えないっていう風に諦めていたんですね。そんなある日、テレビに出演していたシドビシャスという名前のバンドを見てですね、ここでボーカルをやっていたミシンという美少女に一目惚れします。私はこのミシンちゃんに近づこうと宿泊するんですが、ついに彼女たちを引き合わせたのがミルクというブランドのお洋服でした。まあ、このミルクですね、原宿系のパンクロリータのすごい古いブランドなんですけど、しかしミシンにはある過去があって、主人公の私はミシンを救うためにとある行動に出るという話になっています。これは竹本野薔薇の作家デビュー作ですね。まあ竹本野薔薇についてはですね、こちらのカフェ商品集について紹介した動画の中でもまあすでに語ってはいるんですが、まあ下妻物語などで有名なこう乙女のカリスマと言われる作家でして、原宿のストリートブランドだとか、まあ吉屋信子、中原淳一といった少女文化にすごい精通していて、そういったモチーフをたくさん引用したまあ独特な文章を書く作家です。でまあ村上春樹以上にですね、かなりこう好き嫌いの分かれる作家ではあるんですけど、自意識過剰で痛々しくて、でも何かを誰かを愛さずにはいられない。そうしたこう少女像みたいなのが描かれていてですね、個人的にはやっぱりその90年代から2000年代のこう少女文学みたいなのを語る上でやっぱちょっと外せない作家だなというふうには思っています。ちなみにこのミシンですね、こちらの、ミシン2カサコとタイトルされた続編もありますので、ぜひ合わせて楽しんでいただければなと思います。あとこのミシンですね、世界の終わりという名の雑貨店とタイトルされた小説も収録されているんですけど、まあこちらの小説はですね、ビビアン・ウェストウッドがすっごく好きな少女が出てくるんですけど、まあ合わせてその竹本野薔薇ならではのこう少女世界にですね、浸っていただけたらなと思います。以上、
上構図的少女文学おすすめ5選でした。当たり前ですけど、別にここに書かれている少女がこう理想の少女とか少女のあるべき姿だと言ってるわけではなくって、ただ少女という架空の偶像あるいはまあフィルターを通してこう作り上げられたこう耽美で儚い世界観、そうしたこう少女文学特有のこう空気みたいなものをですね味わっていただけたらなと思っております。またあの皆さんのおすすめの少女文学などありましたら、ぜひコメント欄に書いて教えていただけると嬉しいです。この動画が面白かったためになったと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。皆さんには理想の少女像、少女像、皆さんは理想の少女像、皆さんには理想の少女像。